はい、竹内です。こんにちは、こんばんはということで、えー、辞解体を、ま、レンマのご紹介したいと思います。えー、2月19日土曜日のね、阪神8レースを走っていたアナレ連マはい、えー、ちょっとね、え、いろいろま、辞奏を今後、変えるところがあるなと思ったので、ご紹介させていただきます。 アナレンマ自体はね、えー、っと、そんなに前の方からポジションを取る馬ではないという印象が、まあ、強いんですけれども、まあ、そんなにキャリアないですけどね。はい。えー、今回ね、スタート良かったんですよね。で、どうするのかなっていう、まあ、スタート良くてもポジション、そうですね、中段ぐらいに構えるようなあパターンで行くのかなと思ったんですけど、まあ、割かしね、前の方、この画面で言うとね、前から4万手のあたりにポジションを取りましたで、 ちょっとね、不安だったんですよね。っていうのは、その、結構、控えて足を使うっていう競馬に慣れてきているところもありましたので、それじゃなくて毎日やるとどうなのかな、っていうふうに思いました。で、見てても少し行きたがってるところもあったのかなと思います。まあ、ブリンカーの効果がちょっとね、あの、効果が効き、効いてきちゃっているっていうかね、馬にそういう、行きっぷりが良くなってしまったことによって逆にマイナスになるような、えー、そんなケースだったのかな、っていうふうにちょっと思いました。 で、まあ、道中もね、前の方のポジションっていうところから行って、まあ、先行したまま、え、の競馬をして、コーナーに向かっていくという感じだったんですけど、まあ、前を目標に、そうですね、しているんですけど、ちょうどね、後ろにね、あの、湘南アレス、はい、まあ、この中では力が抜けてるような馬だとは私は思うんですけれども、その湘南アレスにですね、まあ、結構マークされている、目標にされている、そんなようなね、状況になっていたので、結構ここからきついだろうな、っていうふうには、はい、思っていました。 で、ちょっとコーナーがね、下手なのかなちょっとコーナーで減速気味な、えー、動きをしていましたね。はい。まあ、一ドリアでも良くてね、進路も前が空いているという感じでした。ショーナーレスはもう外にね、この時点で襲いかかってきている感じでしたけど、こっからまあ、えー、そうですね、ゴーサイン出した時にどれだけ伸びるのか、えー、後ろじゃなくて前から行ったことによってね、行き足がいつもより悪いのかなと。えー、どういう風になるのかなっていうところが、まあ、注目のポイントだったんですけど、 まあね、そのスパッとは切れませんでしたけど、ジリジリはね、伸びていましたね。ただね、まっすぐ走れてないというか、ちょっとよれたり、はい、していたので、その分がね、なければ、もっと伸びる馬だと思うんですよね、まっすぐ走れればうん。なので、そうですね、まあ、外か内か、うん、む、あの、なんだろうな、相手を置いてですね、叩き合いみたいになった方が、 この馬としてはもしかしたらまっすぐ走れて面白いのかなと思います、えー、調教とかでもまあ合わせ馬もよくしています、まあ、遅れたりね、編入したり先着したりとか、さまざ、あ、ま、えー、別にあのどういう時にどうだっていうことはない、今回も遅れたりしてるんですけれど、うんあのー、調教の段階からね、合わせていけるような形の馬にしていった時に、実戦でもそれができればね、もっとまっすぐ走れるんじゃないのかなというふうには思うんです。 で、えー、直線の後半ですね、はい、外から、まあ、強襲してきた馬たちの伸び足がよくて、まあ、刺されてしまってるんですよね、えただ、うん、前を脅かす足もこの時点ではなかったかなと同時に、前がちょっと詰まり気味になってたかな、もう追ってなかったんですよね、はいまあ、無理に押してっても、もう割るところもないし、外もないしね、今から、この時点から外出したところで何の意味もありませんからね。うん まあ、力は、あの、半減させていたし、半減せざるを得なかったのかなというところもあります。まあ、これがなければもちろんね、もう少し着差を詰めれたと思われるんですけれども、まあ、そうですね、そんなに、うーん、なんだろうな、このレースでどう乗ったところでうまくいかなかったかなと、うん、上位は厳しかったのかなっていうふうには、はい、思いました。 で、まあ、アナーレンはね。はい。あの、ディープサンクという感じです。ディープインパクトサンクなんですけれども、まあ、半身の芝の1600ってね、よく勝つんですよね。ディープサンク。よく勝つんですけど、勝率で言ったらでもね、等数が多い、母数が多いし、10%程度。単回衆も26%ぐらいしか、あの、ないんですよね。クッション値公開後の結果で言うと。かなり、あの、うん。 当てたけりゃ買うけど、儲けたけりゃ買うなっていうような状況です。で、しかも雨がね、えー、またパラついていたということで、クッション値があの発表、朝の、ね、発表時点よりもまあ、 実質は下がっていってる可能性が結構高いと思うんですよ。で、このコースってクッション値が低いとさらにディープサング変えなくなるんですよね。9.4以下だともう結構、ほとんど該当数はないんですけど、現状の結果絶望的なぐらい悪いですよね。だからそのあたりの,あの影響っていうのも十分にあったんじゃないのかなっていうふうには、はい、思うところです。で、まあ今後ね、でもこの馬は別に弱い馬ではないですし、あの欠点とか改善されていったら、全然この辺はもう勝てちゃう。 馬だっていうにうに僕的には思っておりますで今後の開催の,あの日程です、ね、から考えると、まあまあ、あの一応今週末,って、えー、週末というか、来週末というか、26、27はまだ小倉ありますけど、そこから中山阪神2条、一発挟んでの、えー、中山阪神中京っていうところが、ねえー、続くので、1ヶ月間、まあ、そこの辺りだなと、そこの辺りで出てきた時のケースを考えると、まずディープサンクなので、クッション値9.5以上の阪神の芝の1800か2000。 はい。中山の芝のマイル。まあ、ここは、あの、ある程度買えるなとは、はい、思うんですよね。はい。で、それ以外っていうか、一番僕が買いたいなと思ってメモったのが、クッション値9.4以下での中距離芝2000。ここディープ強いんですよね。勝率が22.2、短回数が906。まあ、906っていうのは、うん。 あの、人気をすがい、ね、あの、やっぱ一頭ボーンって来てるからというところもありますけど、やっぱ勝率も高いですし、回収もその馬を除い,除いてもまあいいというところですね。特にこのね、中京の芝2000メートルっていうところでか、あの、言うと、アナレンマ自体は、えー、デビュー戦ですね、はい。4走前のデビュー戦が中京の芝の2000なんですよ。うん。 で、勝ってるんですね。で、勝ってるっていうところの適性、えー、経験っていうのはある。で、その勝った時のクッション値が9.9、えー、なんですよ。はい。で、このまね、 あの結局、そっからま10.7とか9.6とかまあ、高めのところを割と走ってきているのでディープで経験、うん、いや違うなディープでクッション値が低くてで、えー、相性がいいところでなおかつこの馬まクッション値高くて勝っているところという組み合わせになってくるとまあ、ここ非常にいいかなっていうところでいきなりここで。 うん。大化けして、あこれまでのなんか不甲斐ないっていうか、あの、惜しい競馬何だったんだろうなっていうような競馬をしてきても全然おかしくない。よくあるんで、そういうパターンが。はい。だと思うので、その可能性を考えると、中京の芝2000に,に個人的には出てきてほしいなと思っております。はい。えそんな感じで、児走解体馬ということでお届けいたしましたが、まあ、あの、今週がこの後にね、あの、まあ、引退される調教師の先生の、 特集っていうか、ま、あのね、あの、最後ですからね。はい、もう最後で一生多分取り上げることはないので、こういう状況の時にあの、構想していましたというような、えー、動画を一本、まあ、簡単なものを作らせていただこうかなと思っています。あと、ま、あ、 昔もね、何個か出してるんですけど、結構リクエストをいただいてるので、まあ、一番人気の信頼度をどういうふうにチェックしていくかっていうような動画もやっていきたいなっていうふうに、はい、えー、思っております。それ以外にもですね、あのもちろん週末の、えー、予想っていうのはね、やりたいと思ってます。まあ、リベンジ、<laughs> リベンジっていうか、まあ、ちょっと小倉大商店とね、まあ、フェブラリスセックスはね、2着だったんであれなんですけど、うん。 まあちょっと巻き返したいなっていうところがありますので、まあ、中山記念ですね、あと阪急杯、このあたりの特集を1本ずつお届けしてから、まあ、週末の予想に入っていきたいかなと思っております、まあ、芝の、ね、G3 って、多分僕、過去の動画統計すると、一番強いところなので、阪急杯ね、狙っていきたいなと思ってますし、まあ、中山記念もそうですね。 うん、あまり得意なレースではないような気がするんですけど、ちょっとまあ後で、あとで、自分のね、過去の結果見てみないと分かんないんですけど、うーん、そうだな。まあ、ちょっとどっちがね、あの、ある程度いい配当で、 いい配当が見込める。で、それでなおかつ自信がある馬をうまくピックアップして、えー、週末ちょっと勝負したいなと思っております。はい。まあちょっとね、3月、2月、俺あんま弱いな。<laughs> 昔から2月弱いですね。なんかね、あの、まあ毎年結構、あの、よく昔から見てる読者さんとかに言われますけどね。3月の末から4月、5月ぐらいですよね。強いのがね。 で秋、夏の終わり、秋口ぐらい。そしてシリーズゴミで終わっていくみたいな。まあ去年はまあまあまあぼちぼちね、年末、まあ今年の年始とや、あの、うまくいきましたけど、一番僕馬券的にいいのは春なので、まあその春にもうちょっと見えてきましたからね、そこにどう歩んでいくか。うん ある程度勢いに乗っていきたいなと今年は思っていますので、はいえー、今週末も、ね、頑張っていきますい今今週末というか今週末も頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひね、えー、またこのチャンネル来てくれたら嬉しいなと思っております。ということで、竹内でした。さよなら。